操作に見えて同時操作じゃないですからね。まあ一部ちょっとそういうコンボがあるけど。その、ああ、シャビリスか。シャビリスも確かに同時操作だったね。ああ、そうだ、じゃあ。全力。あ、りょうさんっていらっしゃるんですか。りょうさんっていらっしゃるんですか。まだ来てないです。忍耐剣。削り去る。削り去る。りょうさんが、あ、ヨンさんがのじないせいで大会進行されない。さすが、なんかアルファ勢はこういうのが多いですね。あ、終わった。ほら、ヨン様、時間だよ。さあ、ヨン様が戻ってまいりました。なんかこの辺のノリがアルファっぽくていいですね。いやー、アルファはいいゲーセンでしたよ。まあ、僕アルファ勢じゃないけど。アルファ勢じゃないけど、なぜかレギオンはアルファ勢、アルファステーション。減ったえりすぎわろた。アマネは体力が、確かラグナと同じなんでしたっけ ?1 万っていう話ですね。さあ、これはワンチャンがあるんじゃなかろうか。さあ、あれ、空が不能です。あの、上から、下から掴むやつは、空中ガード完全不能です。バリガもできません。はい。投げ判定なのでバリガもできません。さあ、投げ取って。おっと、さあ、DD。一気にレベル3になっていく。さあ、体育ちょっと失敗。アーギンドで落として。中段。下段刺して、ちょっと安い。さあ、コパン投げ。だから、しかし、コパンが当たってるので、あんまり減らないでしょう。さあ、絶望立ちパンで狩る。さあ、斬鉄が裏になってしまった。さあ、リバサーギト。リバサーギトやべえな。リバサホタルならまだわからないでもないけど。さあ、タッチカウントして。ここは、弾がないので、安定コンボ。ジャニビーガード。しかし、さあ、俺これ一番クソだと思うんですよね。なんでキャンセルでエンマ出るんだよ。あ、危ない。まあ、コンボ制限時間は、ぶっちゃけると、確か CT と同じなんだよ。CT と同じで、なあ、せよ、なってる。そうですね。補正と時間だった。両方あったから。アギト。クソプレイじゃねえか、これ。三死。私の名は白門。覚え。アギトってどういう技かって言われたら、空投げのモーションで、肘から墨を、墨汁を流す技っていれば、だいたい通用します。新宿30分ぐらい？今、りょうさんが新宿らしいので、まあ、りょうさん到着次第始めようかなと思います。やっぱり遅刻。戦闘行動。The Wheel of Fate is turning.
あ、ヨン様は遊んでないです。バレットはかっこいいと思いますよ、僕。キャラは好きですよ。やると温まるけど。あ、ヨン様になってる。本当だ。このバレットの声をやってる雪成とわさんって、アニメとかゲームよりかは、映画とか海外ドラマの吹き替えで結構活躍してる方で、24の吹き替えとかにも出演していらっしゃいますね。だ結構やっぱり結構本職なんで声がかっこいいですよね。スワータイク投げから遠くにバスをジャンシー刺さって、あ、そうですね、劇場版のキャスカの、そうですね、この人は本当に上手い人ですよ。結構だ、俺その名前知られてないけど、結構上手い声優さんって結構いろんなところにいて、例えばイルティでポチョムキンとかやってるファーストとかの人やってる近藤隆さんっているじゃないですか。あの人ってアンダーナイトインバースでカーマインなんですよ。想像できます？ファウストからカーマインって、もう全然イメージ違うですよね。はい、ただこの人もすごい上手い声優さんです。昔からずっと活躍されてる方で、はい、カーマインの人はファーストです。あと一番新しいところだと、テイルズ・オブ・エクシリア2の主人公のルドガーが近藤隆さんです。あそこまで声の使い分けができる人もすごいなと思いますよね。まあ喋りませんね、ほとんど。一周クリアしないと喋りませんね。そうですね、ゲームとやっぱりドラマとかはやっぱ違いますもんね。さあ、なんて伝ったけど、立ち入りが、ジャンプリーが遠かず。投げが通ってしまう。ここはバータイ、ログミ。カッティングシアからの、なんだっけ、対空投げ。ああ、それは申し訳ない。まあいろいろと追加要素があるんで、エクシリア2は、まあ、エクシリアよりかは面白いと思います。楽しいです、エクシリアよりかは面白いです。声優に詳しいっていうか、ちょっと気になって調べたらっていう感じですね。さあ、レリアさんが気持ちよくなって、いや、俺エクシリアは戦闘面白いと思いますよ。普通に面白いですよ。エクシリアをつまんないって言ってる人は、なんだろう、ボス戦やんない方がいいです。ボス戦やると間違いなく面白くないんで。いや、と思うじゃないですか。主人公のジュード君を使うととっても気持ちよくやれるんですよ。ジュード君開発超楽しいですよ。D2 か。いや、テイルズで戦闘でどれが一番面白いかって話。エターニアで終わった。うん、俺もそう思う。そう、ディス、炎症キャンセルがなければね、まだ良かったんだけど。確かに。
あ、リメディの戦闘は面白かったですね。リメディの戦闘は確かに面白かった。エターニアは神ゲーですよ。オープニングの歌のクソっぷりがなければ。リニア推しが多いですね、やっぱり。お、浜さんが挑んでいく。ミューバレット、ミューバレットはですね、結構難しいと思うんですよね。結構、バレット側がミューに割と差し込める要素があるんで、どうやって、バレット側が差し込むかっていうところですね。ただ、向こうからすると、その、こっちの C とかジャンニー C がむちゃくちゃきついらしくって、そこをどうするかってところですね。さあ、中段通って、さあ、熱波狩り。しかし、タメ火が当たらず。スタートを捕まえて。さあ、6尾対空したけど、ビームが邪魔してる。さあ、ガッキャンして、離して、スタートを使おう。ミュクレットキャプチャーで抜けるが、コンボミス。投げ取って。6尾から。さあ、オーディ、バーストさせない。さあ、ヒートニューイージー、中段取って、これは死んだでしょう。お前らいつまでテイリスの話してんだよ。俺が振っといたけど。まあ、俺が振っといてなんですが、まあ、そろそろあれに戻りましょう。ブレイブルーに。さあ、今回は打って変わって、青いけど、まず浜さんが走りし、ビタメビーム、下玉ガード、片目が終わらない。さあ、走り入れ替わるが、また入れ替わって、6B 対空から、2B 刺さって受け身やり、ここはバーストして、大塚まく。さあ、ジャンニシー、しかし 2B は飛んでいる。ドーンからさあ、これが入る。さあ、あっと、フラッシュトリガー生くらいだが、ちょっと安い。コンボルトミスったらしい。ガーキャンを使う。もう一回ガーキャン。さあ、どうする。ジャンニシー。さあ、つむぐいはちょっとやりすぎ。え、あー、一応だ、出ちゃえば、出ちゃえばね。さあ、端まで行って、お、幅切りはガードして、さあ、ジャンニシーから、さあ、今度はカッティングシェアで割って、ジャンニシー刺さる。じゃあ、6B、ジャン B、ジャンシー、ジャン D。と、あ、つむぐいが、ちょっと遠かった。さあ、これが強い。ドーンからの、さあ、これはまだ端を維持。さあ、どうする。受け身は、さあ、かられてしまう。クラッシュトリガー。俺がバレットです。どこを見てる。違う、あ、ゲームが違う。どこを見ているはゲームが違う。Please select your character. さあ、白面が出てくる。あなたの太もも、確かに。確かに。おっぱい見ないと。ライン高いですね。Rebel 1。あ、そっか、どこを見てるって言うな、このキャラ。
るなら強いキャラ、まあ今から始めるんだったらジンじゃないでしょうかね。間違いなくジンでしょう。エイガーさんはやめた方がいいと思います。いやタオはね、最初からやるとかなり難しいと思います。ま、もうか要はあお手軽はまあジンかな。あ、まあランクの話はね、したらばでやってください。狭間は難しそうだけどな。どうなんでしょうね。うどんちゃん来てくれ。まあそこは真理ですよね。別に勝てなくてもいいから好きなキャラ使えばいいっていうのは全然ありますね。ああ、いやバレットかっこよくないですか。どう思いますか馬の骨さん。バレットかっこいいと思いますか。あ、かわいい。バラかっこいいじゃなくてかわいい。なるほど。いやーかわいい派がいるとは思いませんでしたね。はい。あ、コメントありがとうございます。あー、まあでも確かにちょっとニュートラルの構えはかっこ悪いです。だってあれ、だってあれじゃないですか、リアルグローラーしてるじゃないですか構えで。あれですよ、このキャラのスポンサーは間違いなくアルソップさんなんで。まあ、まあなるほどね。スカシゲダンガード。さあスカシゲダンもう一回追加から、さあどうする。あっ 3A からの 6A、これは見づらい。さあ一気にヒートに出て、ニビニビからの駒投げ。これは追加で死ぬかな。追加からの 6A ターメフリント。やるな。レボン4アクション。おっと、さあ男子から今度は純さんが触っていく。ジャンシーカウンター。こさあしかしコンボにはいけない。ジャンニシーさあ総裁する。ジャンニシーと 6B 総裁。さあちょっとうまかったか。さあどうする。ジャン A クラトリ、ここはバスを加入力で促進しよう。それはまずい、ゲームが壊れる。さあジャン B、ちなみにあの後のジャン B を、じゃああのジャン B の後は上りジャンプ C としゃがみ B で2択です。いや俺逆にね、テイガー2段ジャンプつけたら強いと思うんですよ。うん、間違いなく強いですよ。モチョムキンっていう悪夢がね、ダンシングエッジはやばい。さあバクガさんが来る。お前らポチョにどんだけ求めてるんだよ。ポチョじゃねえや、レイガーに何を求めてるんだよ。さあおそらくレリアさんと一番やってるであろうこのバグ。さあ遅らせ駒投げ、抜けられず 6B。 さあジャンプキャンセルからジャンディーガード。
中段、あれ爆戦も潰せますからね。さあコンボミス、さあ 6A は前転で回避、さあジャンディは届かない。さあ西カウンター、さあコンボミス、ガーキャンで走り、さあそれは厳しい。あっとエリアさん、さあ開幕 AQE からの、さあどうするこれ。で君たちブレイブルーの話しようよ。さあ投げ、とりあえずヒート1、斬死かぶさる、これは痛いぞ。しかしコンボミス、中段はガードしている、カッティングシェアで割り込んで下げれている。さあなんかいろいろあって 2B 差し込んで 6B からジャンシージャンディ、もう一回ジャンディ、あ D だ。さあヒート2、さあコッパン刺さって、これは死ぬでしょう。さあジャンディ2D が裏ドッグつけて 6B 投げはバグって、ジャンディジャンディ、さあうまいつなぎ、さあバグ捨て狩り、ここはワースト、さあダッシュはしっかりガードしているがジャンディ当たる、さあ見えない。さあジャンディ当たって、さあ、今、連絡が入りまして、あれ、量産無理っぽいっすね。今、レリウス使いの量産がですね、新宿から向かってたんですが、電車が止まったらしく、時間までに間に合わないということで、ちょっと、あれかなーっていう。さあ電車はちょっとガード不能すぎる。あこれ三欠して方面さんは、方面さん、あ路面凍結ガーフで、いや電車はちょっとねガーフ。たまに出るオーラみたいな円は、D 系統の攻撃ですね。あ、解説ありがとうございます。新宿からってことは、あと10分はかかる。あ、中央線が止まってる。だから20分はかかる。なるほど。中央線が止まって、総武線は動いてると。ああ、可能性ありますね。これは、量産残念すぎるとしか言えない。準備運動にはなった。お前忍者なのか。Here comes a new challenger. Please select your character. ああ、いや、台車と電車どっちでしょうね。あ、バスト、あ、バスト、なるほど。45分。もう無理かな。
さあまさかのまさかの電車はめあじゃあ、はい、ですねちょっと量産が、すごい大規模なあれなので、ちょっとルールの方で選出プレイヤーを変更します。量産の枠のところをですね、ポイントランキング4位の、4位じゃねえ、9位の、バンソードさんと、こいつさんで決定戦やってから、量産の枠のところに入る形で、よろしくお願いいたします。すいません、量産がちょっと欠席ということなので、バンソードさんと、こいつさんで、決定戦やってから、大会開始したいと思います。よろしくお願いします。すいません、今日はちょっと進行が不手際がありまして申し訳ございません。延長した？はい。じゃあ、バンソードさん、バンソードさん、こいつさん、じゃんけんで、最初はグー、じゃんけんポン。Please select your character. あるよ、ここに。これはトリンク。Ragna the Blood Edge.はい。いざよい。大変長らくお待たせいたしました。申し訳ございません。さてさてですね、試合見ていきましょう。まずはデータを通して、足から拾い直して。ワンコンボ、ダウンを取ってから急投げ、急投げからコンボに行けずって感じですかね。